エネルギー的な観点からするとスマホの機種変更は2年ごとがベストかなと思います。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さてこの動画を見てくれてる人の中には、今年が本厄、前厄、後厄だという人もいると思いますし、それだけではなくてなんだか邪気にまみれてるなっていう感じがしたり、スムーズじゃない年を過ごしてる人もいるかもしれませんよね。年始に厄払いとしてご祈祷したよという人も多いと思うんですけど、上半期が過ぎてどうだったかな。ここからの2022年の後半戦も邪気を浄化して厄払いしていけたら、もっともっと運気を上げてラッキーとハッピーに満ちた年になると思います。今日は自分で簡単にできる邪気や浄化して厄払いする方法を6つお伝えしますね。で、自分は厄年ではないんだけど、なんかついてない半年だったなって人にも効果大なので、ぜひ邪気浄化してみてください。まず1つ目の邪気浄化の方法は太陽に当たるです。イメージは太陽の光に当たって全身のエネルギーを日光消毒している感じです。私たちのパワーを活性化させてくれるので、免疫力アップとか自律神経の調整などの身体的な効果の他に、キラキラとして太陽の光が邪気などのマイナスなエネルギーから私たちを守ってくれるのをイメージしてみてください。とはいえね、今は夏の日差しが強いので無理はせず、日中の日差しが強い時間帯は避けるようにしましょう。おすすめはまだ優しい日差しの早朝の時間帯。で、ここ眉間にある第三の目を開いて直感を鋭くさせるのにも朝の太陽の日差しは効果的とも言われてます。そして厄落としのための邪気浄化の2つ目は、観葉植物かお花を常に部屋に飾るです。このチャンネルでも運気を上げるのに観葉植物がおすすめだよっていう話をねしてますけれども、部屋やオフィスの空間に置いておくだけで邪気を払っていい運気を呼んできてくれる、とっても頼もしい存在です。植物も花も命がありますよね。しかも美しかったり生き生きとしたエネルギーを放っています。これが邪気にとってはすごく嫌なんですよ。だから元気な植物や綺麗なお花がある家には近寄らないんですね。で、邪気やお花を飾るだけで OK という簡単さ、嬉しいですよね。しかもそこにあるだけで同じ空間にいるこちらも生き生きとしたエネルギーを分けてもらっていい気分になれますから、ぜひ飾ってみてください。もし植物やお花を置いておいたけどすぐに枯れてしまった場合は、身代わりとなって邪気を吸い取ってくれた証拠です。感謝して処分するようにしてくださいね。そして邪気浄化の3つ目の方法はマッサージをするです。実は私たちの筋肉って邪気が溜まりやすいんですね。だからマッサージをして体をほぐしてリンパを刺激して老廃物を出すようにすると邪気も抜けていきます。できたら毎晩湯船に浸かりながら、またはお風呂上がりにリンパやふくらはぎをマッサージするようにしましょう。この時コチコチに固まった邪気がだんだん柔らかくなって、体からスーッと抜けていくのをイメージしながらマッサージすると効果的です。あとは月に1回とか2週間に1回とか定期的にプロのマッサージを受けるのもおすすめです。何よりリラックスできるとその分浄化も高まります。もしね、外出先とか電車などの移動中に体が疲れたな、なんだか首や肩が重いなと感じたら、さっさと気になる部分を手で撫でて体の外に邪気を払うようにしてみるだけでも完全じゃないにしろね、邪気を払うことができるんです。意外にもかなりすっきりした感覚になると思うので、ぜひ試してみてください。そして厄払いのための邪気浄化の4つ目の方法は、スマホやデバイスの機種変更や買い替えです。きっとね、毎日定番欠かさずに持ち歩いていますよね。家でも外でもまさにどこに行くにも一緒という人も多いはずです。ということは、私たちのエネルギーにもすごく影響しているんです。で、スマホもデバイスも電気で作動するのでエネルギーを通しています。邪気もエネルギーですから、スマホやデバイスは邪気を集めやすいんですね。その逆に、
ポジティブなエネルギーを集めることもできます。じゃあどんな状態だと邪気を集めてしまうのかというと、だいぶ年季の入った古い機種とか、容量いっぱいになるくらいたくさん使った機種、これまでにネガティブなメッセージやメールをたくさん受信した機種です。エネルギー的な観点からすると、スマホの機種変更は2年ごとがベストかなと思います。デバイスは使う頻度とか用途にもよりますよね。もしスマホと同じくらい使うというのであれば、やはり2年ごとがいいですね。あまりに邪気を溜めてしまうと不具合を起こしてしまったり、データが消えちゃった、落として画面が割れてしまったなんてこともあるかもしれません。今年が厄年かつ上半期がうまくいかなかったなっていう人は、可能であれば実践してみてください。ずっと自分の近くにいる存在なのですから、なるべくいい状態、新しい状態、エネルギーがクリアな状態を保つようにしてくださいね。そして邪気浄化の5つ目の方法は、乗り物をきれいにするです。自分やね、家族の車、バイク、自転車、常にきれいにしているかな。移動手段である乗り物は、移動中にいろんな邪気を拾っています。だから定期的にきれいにしておくと、余計な邪気を拾ったり、その影響を受けなくて済みます。車は洗車したり、バイクや自転車はホコリをかぶっていないか、錆びている部分はないか、汚れていないか、常にチェックしましょうね。できたら地面を走って、物理的にもエネルギー的にもいろんな汚れがついているタイヤ部分も水で洗い流せると浄化効果は完璧です。そして邪気浄化の6つ目の方法は、ヘアスタイルのチェンジです。もし上半期うまくいかなかった、むしろ良くないことが多かったっていう人は、思い切ってガラリとヘアスタイルを変えてみるのがおすすめです。ヘアカラーを変えたり、ロングの人はバッサリ切って軽やかになるのもいいですね。あとは前髪のありなし、分け目を変えるだけでもかなり印象を変えることができます。で、上半期そんな悪くはなかったなっていう人は、ガラリと変えなくても毛先だけでも切ったり、日々トリートメントをしてきれいにするだけでも邪気を払えます。というのも、髪の毛は邪気を吸い取るんですね。だから伸ばしっぱなしにしてケアをしていなかったり、傷んだ状態だと邪気がピッと近寄ってきてしまうんです。それにうまくいかなかったのなら、エネルギーの流れをガラッと変えるのが早い方法。それには自分の印象を変えることで、自分のエネルギーを一瞬で変えることができます。で、髪を切ったらトリートメントも念入りにして、ツヤツヤツルツルの髪を目指してくださいね。そうすると邪気を跳ね返すことができます。今日は厄年の人も、そうでなくても上半期あまりうまくいかなかったっていう人も、簡単にできる邪気浄化を6つお伝えしました。1つでもいいので厄払いして、2022年の後半は運気をもっと上げて過ごしましょうね。みんなも今年こういうことが起こっているとか、今日の話を聞いてこれやってるなどあったら、コメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね、パワーいただいてます。厄年っていうのはね、実は悪いことが起こる年ではなくって、体の変化が起こりやすい年で、体や健康に注意しましょう、意識しましょうねっていう年なんですよ。で、私は19歳の厄年で3回入院する羽目になったので、厄年の時は健康にいつも注意しています。で、今日のことも取り入れながら健康も意識してみてね。じゃあね。